MT 操作にはロマンがあるのだ昨今は国産スポーツカー人気急騰の影響もありメーカーのラインアップにおいて MT マニュアルトランンスミッションの設定ががわずかながら増えています AT オートマチックトランスミッション全盛の中あえて MT を選ぶ人たちは運転が楽しいと言いますが。 具体的には MT のどういった点が楽しいと感じるのでしょうか。2023年7月現在、国内メーカーの乗用車における MT 車のラインアップとしては、トヨタでは、ヤリス、GR ヤリス、GR カローラ、GR86、カローラアクシオ、カローラフィールダー C、HR があります。ホンダでは n、n n バンシビックシビックタイプ r 日産はフェアレディ z スバルは brz マツダはマツダ2マツダ3 cx 3 cx 30 cx 5ロードスターロードスター rf ズキではスイフトスイフトスポーツワゴン r ジムニージムニーシエラ ダイハツはコペンといった具合です。こうして並べてみると、スポーツモデルではない車にも MT 車が設定されており、一時期の絶滅状態からやや出しつつあります。ただ、そうは言っても、日本で新車販売されるすべての乗用車に占める MT の割合は、1.4%自販連2019年データ。 極めて少数派ですちなみに日本トレンドリサーチの普通自動車運転免許の取得に関するアンケートによると日本国内の AT 限定免許証の取得比率は30代以下は約 64%40 代は約 36%50 代以上は約26%だったとのこと。 AT 限定免許が設定された1991年頃は、まだまだとりあえず免許は MT で取るべしといった風潮がありましたが、20代や30代だともはやそうした考え方は廃れてきたのかもしれません。ただ世界を見渡すと AT 社の比率が高いのは、日本とアメリカ、オーストラリア、東南アジアなどの一部であり、 欧州をはじめとしたその他の地域では今でもマニュアル車の販売台数の方が圧倒的に多いようです。中でもヨーロッパのドライバーは車をコントロールすることを運転の楽しみの一つにしていると言います。では AT と MT の違いとは一体どこにあるのでしょうそれは自分でギアを選択し操作するところです。 AT でも、例えばパドルシフトなどで任意のギアを選択することができますが、操作する醍醐味は大きく違います。MT 車の場合は、エンジンをかける前にクラッチを踏んでスタートボタンを押し、エンジンがかかったらギアを一足に入れ、ゆっくりとクラッチを戻すといった手と足の連動が必要不可欠です。しかもその操作は、 エンジン回転の高まりや速度の上昇に応じた細やかな調整を伴います。車の運転に興味がない人にとってそれは面倒な行為としか感じられないのかもしれませんが MT 乗りのドライバーは積極的に自ら機械を操作することに対してむしろロマンを感じています。それは何も わざわざサーキットや峠道をハイスピードで走らせなくても、しっかりと感じることができます。普段の街乗り走行で手でシフトしながら足でクラッチを踏み、ガチャガチャと操作しながら走る、それだけで MT 車は十分に楽しいのです。最初は苦労しながらも MT 車を乗っていると、ある日ふとうまくなっていることに気がつきます。 そうしたドライバー自身の成長を感じられるのも MT 車の特徴でもあります。これをきっかけに MT 車の運転に興味を持っていただけたら、1MT 派の筆者、カバトと,としても嬉しい限りです。